いい空ですね。皆様こんにちは、こんばんは。北海道のお部屋をご紹介する不動産 F's Life です。本日は札幌市西区山の手に来ました。今日ご紹介する物件は山の手の山側ということで坂を登っています。そんな本日のお部屋ですが、約56平米とかなり広めな 1LDK のお部屋です。ちょっと登っただけですが、そこそこの高さになりましたね。数回前の宮の森もそうでしたが、全国的にも高級住宅地というのは坂が多いですね。これは日本のみならず、世界共通なようで、アメリカのビバリーヒルズなんか世界的に有名な高級住宅地ですよね。ちなみに日本一の高級住宅地と名高い66総町もほとんどが坂になっています。そんな、山の手の坂川中腹にある本日ご紹介する物件が、こちら。とてもおしゃれな外観ですね。ガルバリウム鋼板と木のハーモニー。不動産 F's Life の初動画に登場した物件に似た外観ですね。こちらの街灯もとてもかっこいいですが、カメラ越しだとちらついてしまうので、残念ですが決して撮影します。扉が2つありますが、セオリー的に左から行きます。オープン。どうやらこちらは物置のようですね。1畳ほどですが、物置ってあると本当に助かります。特にこの時期スコップを入れておくのに便利。では、それでは右側の明らかなメインドアをオープンの前に取っての、ここにカードキーで触れると鍵の開閉ができます。それでは改めて、オープンします。ほう。とても可愛い感じの玄関ですね。私の大好きなユニーク物件の匂いがします。モルタルに可愛い装飾タイルの玄関。入ってすぐ右側は、靴箱になっています。1LDK なのでサイズとしては十分。靴箱の向かいには、多機能な棚がついていますね。コートのかけれそうなパイプと、丈夫な棚で、ハンガーパイプの他にウォールフックもついています。機能的ですね。それではその隣のドアから行きましょう。オープン。トイレですね。窓があって、さらに、建具にナチュラルウッドな色が使われていると、トイレ全体がとても明るく感じます。パッと見収納がありませんが、上部に棚があります。昔の実家と同じタイプです。では、お次は玄関正面の引き戸を開けます。オープン。水回りですね。洗面所入って正面は、洗濯機置き場で、その隣には、欲しい設備ナンバーワンの呼び声高い、灯油ボイラー。この黒いホースが目印です。最近灯油も値上がりしていますが、それでもお安いです。その上には、ハンガーパイプがついていて、干している洗濯物が乾いたら、ここについている家事台で畳むことができます。よく脱衣所のことを、UT と書いたり言ったりしますが、UT とは本来家事室の意味で使われていました。それがいつしか脱衣所イコール UT になってしまいましたが、ここはきちんと家事室の役割を果たしているので、大手を振って UT と書くことができます。そんなの気にしているのは私くらいでしょうが。その隣には、三面鏡付き洗面台があります。リクシルさんのピアラという洗面台ですね。最近の新築で一番見かける洗面台です。そんな洗面台の正面には、オープンします。とても気持ちの良さそうな、一つぼバス。なんと言えばいいのか、とても日が入り明るいせいか、休日の昼間にゆっくり入浴したくなるお風呂でした。床は早く乾くタイプで、シャワーもちょっといいタイプのものがついています。そしてもちろん追い焚き付き、灯油ボイラーなので気にせず入れますね。
お風呂は窓付きがポイント。1LDK というのを忘れてしまいます。それではお部屋の方を見ていきましょうか。ん？階段だと？そして短いです。階段の一番上が目線の下ですね。左側には何やら珍しいものが。カメラ越しでもわかりますでしょうか？蛇腹状の柔らかそうな質感なカーテン。持ち上げるだけでスイスイ畳まれていきます。新感覚なカーテンです。そんなカーテンの裏は、ウォークインクローゼット。左側は棚で、右側がハンガーパイプタイプになっています。あれ、なんか、やっぱりねー。とまあこちらがハンガーパイプゾーン。ネタバレしますが、洋室に収納がないので、こちらがお部屋のメイン収納になります。奥には何やら機械があります。なんだろうねー。正解は、こちら、床暖房のリモコンです。洋室と玄関ホールに床暖房がついているようです。1LDK で床暖房付きってすっごいや。そんな床暖房付きの、中2階の洋室が、こちら。こちらのお部屋は約6畳。6畳と標準的な広さですが、天井も高く、窓も多いので、明るく広く見えます。可愛らしい照明器具もついていますね。腰のラインにマルチコンセントがあります。有線ランタン紙があるのは激アツですね。そしてなんと、枕元になるであろう位置に、照明スイッチがあります。洋室で入り口付近にもついているので、完全に入居される方のことを考えて設置されています。こういった配慮されたお部屋を見ると、いい物件だなぁと思うんですよね。なぜか戻って、はい、ピントからの、眺めの良さそうなお家だなぁ。それでは次に行きましょうか。と洋室を出ると、また階段だと？この作りのことを、トリプレットと言います。3層構造ってことですね。そんな3層目のリビングが、こちら。約16畳のリビングダイニングキッチン。張り出し天井がとってもおしゃれ。当チャンネル最初の物件もこんな張り出し天井のお部屋でしたね。リビングとダイニングキッチンが階段を境に分かれています。どうです？かなりおしゃれなお部屋ですよね。そんなキッチン側がこちら。1LDK とは思えないキッチン。札幌だとこんないい物件にはなかなか巡り合えません。このようなお部屋を紹介できるなんて幸せものです。そんな幸せキッチンからのリビングビューがこちら。普通の 1LDK のキッチンにはないものがありますね。これ。いわゆる、アイランドカウンターと呼ばれるものですね。チーズとワインがはかどるやつ。友達が来たらドヤ顔できる設備です。キッチン収納は、こんな感じです。通常の深型収納ですが、キッチン自体の幅が広いので収納力も抜群です。シンクの左は冷蔵庫置き場、幅広な冷蔵庫だって OK。 幅が広くゆとりのあるキッチンだと、汚さずきれいに使う自信があります。2口 IH とラジエントヒーター付き。レンジフードももちろん薄型。こちらはレンジや炊飯器置き場ですね。はい、ここでした。エアコンは霧ヶ峰。私の好きなエアコンNo.1です。天井には何やら、黒いものがあります。2箇所あって穴が開いている。これは、ブランコ？さすがに違うと思いますが、洗濯系の何かでしょうか？
お分かりになる方はコメント欄で教えてください。窓の外からは札幌中心部が見えます。とても素晴らしいお部屋ですね。以上が山手トリプレットの 1LDK になります。次週は本業が多忙のためお休みとなります。次の撮影予定物件はすでに決まっていて、夏に公開した豪華な戸建てと同じ施工会社様の新シリーズ新築鉄筋マンションを撮影する予定です。間取りや設備を見ただけでもワクワクするお部屋ですので、次回の更新をお待ちください。それでは本日はこの辺で、またねー。